また。ごめんね。大したことね。本当、行きましょう。オッケー。ちょっとどうもお疲れ様でした。お茶でもどうですか。お茶ね、行きましょう。この人です。君、君、うちの女子公演をどうしようとですか。いや別に。じゃあどうして声なんかかけたんですか。人違いですよ。この人が僕の友達に似てただけですよ。誘惑して悪いことに利用しようってんじゃないでしょうね。冗談じゃないですよ。私はここでね、友達どうも。あ、君、え、僕だよ僕。ほら、前に撮影所で会ったでしょ。ああ、思い出してくれました。冗談じゃないですよ。私が待ってるのはこの人ですよ。どうしてこんなブスと間違えちゃったんですかね。頭ボケてたんですね。ごもっともでございます。本当に新さんもないの。誰がブスや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 の。ところでまだ名前も聞いてなかったけど、僕伊藤隆。私は春日、春日幸子。幸子、なんかそのまま芸名になりそうないい名前ですね。でもあなたが銀行にお勤めとは意外だったな。え、銀行。またとぼけちゃって、引け時通用口から出てきたの見たんだから。係はどこ。まああんないいとこお勤めだからね、僕が女優にならないかって誘っても乗らないわけだ。そんなことないわ。え、本当に女優にしてくださるなら銀行なんていつ辞めたっていいわ。いや、辞めちゃうなんてとんでもない。どうして。それにあの時スターになれるって言ったの嘘だったの。いやいや嘘じゃないよ。でもデビュー作が決まる前に辞めちゃ損じゃない。せめて暮れのボーナスもらってからでも遅くはないし。じゃああと10日ね。え、ほら先生いらっしゃい。いやママ。ねえ先生、話によると新しい作品入ったんだって。おめでた。めでたくなんかないね。おめえそれでもプロデューサーかよ。金なんかいくらでもあるようなこと抜かしやがって。いや俺も本気にしてたんですよ。俺だって騙されたんですよ。嘘つけ。お前だってやつで一味だろ。え、制作準備委員会だなんてカッコつけやがって。世間から資金を還付してもらって猫ばむしたんだ。違うよ。いいえ違くない。決まってるよ。分かってんだから。それじゃなかったらね、のうのうとこんな時酒女と飲んでられますかって言うんだ。この人はね、うっせえ。何だ、騙されたって言ってんじゃないか。うっせえ。何もしてないぞ。おっと、喧嘩すんなよ。表でやって。か、俺はこれだけはっきり言ってくぞ。今度の作品だけは絶対に諦めねえからな。たとえ何年かかってもきっと完成させてみせるからな。店長、大丈夫。ママおしぼり。いや足もやっちゃったみたい。足折れてんじゃないか。足これ折れてるよ。鍵は。あっ、ダメだ。痛い。はい、これ何すんの。好きなんだよ君が。よ、いいじゃないか。ダメ、返さないと。俺はその気なんだからな。あら、足は何ともないの。いけ、あ、ダメだ。立ったから聞いちゃった。また騙したのね。君に来てほしかったからさ。ひどい人ね。えいいだろ。いや、なんで。好きでもないくせに。好きだよ。嘘、ただ感情が高ぶってるだけよ。そんなことどうだっていいじゃないか。やめてよ。やめないと大きな声出すわよ。出せるもんな、出してみろ、出してみろ。ギャー、出しちゃった。ギャー。
やめ、やめ。どうかしたんですか。どうかしたの。いいえ、何でもありませんの。すいません、お騒がせしまして。だか今の若い連中と来たら慎みがないんだから。恥ずかしくないのかね。わかった、うん、それじゃお大事にね。あのキス、こんなの3本も飲んじゃった。どうしよう俺。